ポンポン山は、京都府京都市西京区と大阪府高槻市の境界に位置する標高678.7メートルの山で、西京区及び高槻市の最高峰である。山頂の二等三角点は西京区に所在する。古くは、鴨勢税山と呼ばれていた。北雪山系に属する。山頂脇を東海自然歩道が通過しており、一年を通じて、登山者、 ハイカーが多い。また、1月1日の初日の出の際には、山頂で日の出を迎えようとすると登山者が特に多い。山頂は、ベンチやテーブルの設備もあり、休憩に適しているが、樹木の成長により、一時展望がほとんどなくなっていた。近年一部の樹木が伐採され、京都市南部方面と大阪市、高槻市方面の展望が良好に得られるように、 なったが、この伐採は、実は何者かが地主に無断で違法に行ったものである。この行為は、刑法の器物損壊並びに、森林法の森林窃盗に当たるため、地主は警察に被害届を出すとともに、現在日の木の植林を行っており、現状回復に努めているが、元に戻るには30年はかかるとしている。登山道は、東海自然歩道の南側である。 高槻市の上棒山寺、元山寺からの道と、北側の京都市西京区の前方寺からの道、高槻市で廃からの道、大阪府三島郡島本町の大沢から、釈迦山頂を通過する道がある。江戸時代頃には鴨瀬山と呼ばれていた。鴨瀬の字には、鴨瀬、鴨瀬などを見ることができる。ポンポン山は、明治時代になり、用いられるようになった古匠だが、 当初は頂上のみを指す名称だった。山頂には、この山は正しくは、鴨勢山と言いますが、標高679メートルの頂上に近づくに、つれて足音がポンポンと響くことから、通称ポンポン山と呼ばれていますと記された、京都府設置の案内板がある。なぜ、ポンポン山と称されるかについては、異説もあり、本山寺の天下説や、 この周辺の山ではポーンと一つ高い山だからという現地の古老の話を吉田兼彦は紹介している。吉田は本山受点下説、足音とポンポン説をいずれも否定しており、ポント町と同じくポルトガル語のポンが根拠ではないかとも考えている。一般的には足音とポンポン説がよく知られている。国土地理院測量成果である地形図には、 ポンポン山と記載されているのみであり、現在では、カモゼーさ山とは記載されていない。現在では、一般的に山全体を指してポンポン山と呼ぶ。2004年観光の日本三名時点では、ポンポン山、カモゼーさ山の両名称を収録している。山頂付近では、必ずしもポンポンという音ではないが、一部では確かに、地中に空洞のあるような音がする場所がある。 その原因については、山頂近くの石灰岩の切り出し場所が影響している、地下に小乳道があり音が響いている、あるいは山の地層の一部に空洞があるのでは、など諸説ある。こんな、ポンポン山に、誰がした ?2007 年5月21日粉満本舗。ありがとうございます。